フジテレビの小野陽子アナウンサー、30歳と、同期入社の中村光弘アナウンサー、30歳が、対案の26日に結婚することが25日、分かった。ショーパンこと大人気の、ゆやし系女子アナと、みっちゃんの愛称で親しまれる爽やかイケメンアナは、共に目覚ましテレビにレギュラー出演中。小野アナが、同番組のメインキャスターを卒業する26日の生放送で、ツーショットの結婚報告が行われそうだ。目覚ましテレビを卒業するショーパンこと小野アナが、大事なラストデーに、同番組を共に支えてきた同期の中村アナとウェディングベルを鳴らす。関係者によると、2人は26日に東京都内の区役所に婚姻届を提出し、同日の目覚まし生放送で、ツーショットの結婚報告をするとみられる。挙式、披露宴は未定で、小野アナは妊娠しておらず、結婚後も夫婦揃って仕事を続ける。番組が発表の場に選ばれたのは、小野アナの目覚まし愛にあふれた強い思いがあった。入社した2007年秋に、メザニューのレギュラーとなり、09年に目覚ましの情報キャスターに昇格。10年からメインキャスターに就任した。中村アナも、08年から同番組に出演し、現在も、木曜、金曜の情報キャスターとして活躍中。二人にとって大事な番組で、しかも、小野アナが卒業する記念日に、人生の門出を報告したかったようだ。二人は、大島ゆかりアナ、30歳、と共に07年に入社。小野アナは、当時、故郷の福岡県から上京したばかりで、半年後には慣れない東京生活の中で、その後の愛称となる冠番組、ショーパンを担当。試行錯誤する彼女を時に励まし、明るい笑顔で支えてきたのが中村アナだったという。小野アナは、10年秋のサンケイスポーツの取材で、理想のタイプについて、優しくて、思いやりがあり、清潔感のある人と告白していたが、この人柄は、まさに中村アナそのもの。同年に、写真週刊誌などで交際が報じられたが、同期として切磋琢磨し、互いに良き理解者となる中、自然に運命の人と意識し合ったようだ。5月生まれの小野アナは、8月生まれの中村アナより3ヶ月年上の姉さん女房。今年は、2人にとってみそじを迎えた節目の年であり、小野アナは、今月29日から、スーパーニュースのメインキャスターに就任、報道の顔となる。スポーツ、バラエティと幅広く活躍してきた中村アナも、今年4月期から、メザニューの後、番組、目覚ましテレビ、アクアの木曜、金曜メインキャスターを務め、情報番組の時代を担うエースとして期待がかかる。新たなステージで奮闘するショーパン&みっちゃんが、負傷不随でフジテレビを盛り上げる。